ラに殺されてしまいます。何を言っておる、修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。化け物より昨夜まで数多の浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。五人を撃てと、居所は豊玉のあちこちにおります。居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ。お気をつけて。侍様、お助けください。一番手は誰だ？
走れ。見た者がいるだろう。吐け。何も知りません。シラを切るつもりか。知らん者は知らんのだ。かけろ、かけろ。